にちは、ナスのひたしです。今日は気になる新幹線を弾丸おしゃべりをしていきたいと思います。今回は、9月半ばから終わりにかけての、新幹線観光されてるもので、サーフィンしていきたいと思います。では早速おしゃべりしていきましょい。ナスのひたしの爪楊枝どこ？じゃあ順番に前回同様ブクログを使って見ていきたいと思います。まずは藤本和子さんのイリノイ遠景近景、ちくま文庫から出てるものです。これは藤野香織さんのインスタにストーリーで上げてらっしゃって知ったんです。でエッセイ集で解説が岸本幸子さん、私にとっての名翻訳はもう岸本さんなんで、これ気になってます。で次が弘中彩香さんのアンクールな人生です。角川から出てます。これはダヴィンチの連載を読んでて、なんか毎回わかるわかるって思わせるなんかがある文章で、結構面白く読んでたんですよね。で私同い年で同じく女子校出身なんで、なんかほんまに勝手な親近感があって、文章のリズムも好きなのでちょっと気になってます。あと瀬古小瀬古さんのマダムたちのルームシェア、これも角川から出てるんですけど、これはメンタル強め美女白川さんの作者のシシさんのツイートで知ったんですよ。でまあなんか最近年を重ねることにちょっとおぼろげながら意識の重りが傾いてきてて、なんでちょっとマダムが気になる、しかもルームシェア気になる。でまあイラストの雰囲気も好きなんで、ちょっと読んでみたいなと思ってます。で、あと舞城大太郎さんのジェイソン・フォース・ルーム76社から出版です。これなんかメフィストデビュー前の詩が集められた詩集らしいんですよ。舞城さんってすごく不思議な感覚で、独特の感覚って感じがしてて、なんか短編とか詩ってその作家さんの要素がかなりこう濃密にギュッて集まる感じがするなって思ってるんで、なんかこうエッセンスが嗅ぎ取れそうな気がして気になってます。で、あと周期律さんのうさぎの町の殺人、実業の日本社から出てて、これはデビュー作の眼球堂の殺人読んだことがあって、私森博さんが好きでミステリー育ちなんです。眼球堂の殺人って森博さんが推薦文を寄せてるんですよ。それを知って読んだんですけど、めっちゃ面白くってそれからこの同シリーズって呼ばれてるものはちょっと読めてないんですけど、最新作のこれも気になってます。やっぱメフィストいいですよね、舞城さんもやけど。で次が森田正夫さんの偶然の散歩、三島社から出てて、森田正夫さんは初めて手に取ったのはみんなの三島ガジン、森田正夫0号やったかなの想定がすごいカッティングでめっちゃ綺麗でかっこいいので、それをまあ完全に想定で撮ったんですけど、とその後で本で面白いなって思って、その後小林秀夫賞を取られた通学する体を読んで、でまあ2冊その2冊しか読めてないんですけど、なんかこうお話の抽象度と解像度の高さのバランスが好きで、すごく高度で専門的で知識が深いんですけど、それをやっぱり凡人にも分かるような語り口、なんかこう
近所に住んでそうな感じがするなんかそういうところが好きなのでちょっとこれも読んでみたいなと思ってます。で次が工藤レインさんの虎の魂人魚の涙、講談社から出てます。これはあの群像の日々これめ分量が待望の書籍化したもので、タイトルのセンスやばいですよねまあ書き下ろしもあるっていうことなんでこれは欲しいなと思います。で、次が青山七重さんのはぐれんぼ、講談社から出てます。これはあの想定で目に留まったんですけど、帯文に、ささやかでありふれた日常から服への偏愛、不思議な道行き、怒涛のラストへってあって、なんか結構ふんわりした想定なんですけど、あのこれに騙されたあかん系かなと思って気になってます。ちょっとなんかディストピアっぽい感じもしますよねで次がシリひとみさんのママ沼、ママになったら沼でした。大和書房から出てます。シリひとみさんはノートで知って、もう泣いちゃうような出来事もこう笑って吹き飛ばしてくれるような爆走のイメージで、そんなシリさんの、育児エッセイちょっと読みたいかなと思います。で次が、ペ・ミョンフンさんの、タワー川出処方新社から出てます。韓国 SF の金字塔で斉藤真理子さんが訳されているので、もうそれだけで間違いないやんなっていうところから、斉藤真理子さん訳してはる韓国文学ってなんかそのエンタメ系みたいなのを読んだことないんで、ちょっとこれ気になってます。で次が、坂本雄二さんの、初恋の悪魔1、川出処方新社から出ます。初恋の悪魔終わっちゃいましたね。なんかやっぱり坂本雄二作品だなっていう感じでしたね。でなんかそういう余韻があるところにシナリオブック来たらやっぱ気になりますよね。でなんか坂本さんの作品はやっぱ言葉好き、言葉遊びが好きな人もそうやし、悩んだり不安になったりなんか寂しかったりしてる時もしてない時も心の引き出しのところをトントンってノックしてくるような言葉の巧みさがあるので、言葉好きの心はしづかみやと思うんですけど、だからこそやっぱりシナリオブック楽しめちゃうんですよね。これ欲しいな。で、次が若松英介さんの言葉を植えた人、秋書房から出てます。悲しみの日がもうお守りで、そんな若松さんの最新エッセイです。帯のところには確かな杖となる言葉を味わうエッセイ集、悩みにある時人は一つの言葉を抱きしめるようにして生きることもあるだろう。岡松さんの言葉はしみるっていうのが一番ぴったりくる言葉の使い手さんだなと思ってて気になります。で次が、飯田隆さんの不思議なテレポートマシーンの話、なぜ僕が存在の謎を考えることになったか、ちくま書房からです。このちくま級ブックス好きなんですよ。このこれなんか10代のためのシリーズ本っていう風に歌われてるんですけど、こんな年齢とか関係なく面白いで、なんかこのシリーズ読むとそのテーマにする関連する本とかを読みたくなるんで、なんかすごい自分の中で知識が広がっていくっていうのを実感として持つことができるんです。最近やったな、あの池田明子さんの言葉を生きるが良かったです。今回は、知識ゼロからの哲学対話がテーマだそうです。面白そうですね。で、あと青木新平さんの山岳ノート3、H&S カンパニーから出てます。このシリーズは自宅を開い
で図書館をやってるご夫婦が、生活を綴ってる日記を収めたものなんです。これは、2021年の記録だそうです。帯文の、なんだか僕は言葉にできることしか言葉にしていない気がしている、めっちゃグッときましたね。なんかこのシリーズ想定の手触りもすごい気持ちよくていいんで、あの 1,2 とかまだ読んでらっしゃらない方読んでほしいです。あのテイストとしてはこのブルーストを読む生活みたいな感じかな、イメージは。であれです、同じ出版社さんから出てます。ナスのひたしの爪楊枝どこ、はい、気になる新刊本をガンガンおしゃべりしてみました、本屋さんで棚をこう眺めるみたいな気持ちになっていただけてたら嬉しいです。はい、今日も見てくださってありがとうございます。いいねやコメントくださって嬉しく思っております。おおきに。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。では今日はこのあたりで、ナスのひたしでした。バイバーイ。